おはようございます。昨日遅くまで。何時頃終わった？僕は帰ったら3時半とかぐらい。ちゃんと落ち着いたよ。ビールかけ。改めまして、今年のドラフトにおきまして山田君を3位で指名させていただきました。山田君に対しましては、走攻守、三塁手揃った遊撃手というところで、その野球センスの良さを高く評価させていただきました。特に守備においてですね、そのフットワーク、身のこなし、ハンドリング、安定したスローインと、その守備の部分を特に高く評価させていただきました。現在、うちの内野手を見渡しても右投げ右打ちの内野手が非常に少ない。特に二遊間のところにですね、右投げ左の選手が多数いまして、右投げ右打ちが非常に少ない中でね、大きな補強ポイントの一つであったんですけれども、そこで山田君を獲得できまして非常に喜んでおります。次世代のね、内野の要として頑張ってくれることを期待してますので、どうかよろしくお願いします。また新たに、プロの世界に、入るということで、気持ちも、強く、入れ替えましたし、またこれから頑張っていこうというような、気持ちでいます。自分の、長所というか、守備を生かした、プレースタイルもそうですし、本当にいろんなことを強化していただいて指名、してもらったので、そういうことを、細かく見てまいりました。改めてプロの世界でどういうところで勝負していきたいか、意気込みを含めてお願いします。一番守備力が自分の中で自信があるので、それを生かして、またプロの世界で日本一になれるように頑張っていこうと思っています。やっぱりその、なんというか球団の、その、なんでしょうね、本人を育成していくプランと、昨日優勝しましたけれども、それが来年再来年に続いてこう本当に上昇になっていくチームを編成していく中で、彼に期待していただいていることを丁寧に説明していただいたので、本当にその日本一の球団のまず1位になれることはものすごくありがたいことですけど、はい、期待をお話しいただいたということが、なんとかとても嬉しく思いましたね。昨日の優勝の翌日なので、興奮冷めやらぬ中というところだったので、はい、本当にありがたいですね。もう部活じゃないので、もう個人事業主ですし、そういう学生の延長だと、なかなかそのなんていうか期待されている時間の中で結果を出すのは難しいですからね。有限なので、5年も10年も何か保証されているわけじゃないですから、とにかく1年1年目に見える形でステップアップしているっていうのを自分自身も感じないといけないし、球団やスタッフの皆さんにもそれを見せないといけないと思うので、ちょっと気が早いかもしれないですけど、仮契約も何も終わってないですから。でももう仙台育英の山田修也じゃなくて、で阪神タイガースの山田修也という気持ちで、生活、授業を受けたりだとか生活したりだとか練習したりだとか、そういう日々をわずかでも少しでも早くその意識で過ごしてもらって、合同自主としてですが、いやキャンプインに向けて頑張ってもらいたいなと思います。会議紹介に岡田監督のサインを入れております。大丈夫です。上に上げてもらって
ましてドラフト1位指名を受けました下村海斗です。1年目から1軍で活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。大体こんな感じで1問1個一緒じゃなくていいから、だから挨拶でまず大学さんの皆様ドラフト最終までしました。おしゅえです。ぜひ一言、うん、でなんか自分の目標とか自分のプレースタイルとか、はい、アピールポイントとかこういうとこ見てくださいみたいなのでもいいし、はい、そんな一言入れて応援よろしくお願いします。いけそう。わかりました。もうすごいな、はい、いけそう、はい、いける。だからまずテイクワンでいきます。阪神タイガースの皆さん、阪神タイガースファンの皆さんの方がいい。タイガースファンの方がいい。いける。大丈夫です。いきます。3、2、タイガースファンの皆さん、ドラフト3位指名をいただきました山田修也です。守備力を生かし、日本一を貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。完璧やなテイクワンで、テイクワン、初テイクワン高校生とは思われない。まずは締め挨拶お疲れ様でした。いかがでしたか。まあ、今まではそんな実感というのは湧いてこなかったんですけど、今日来ていただいて、まあ、新たに、強い気持ちが、湧いてきました。すごいマスコミの方に囲まれて。そうですね、はい、どうですか、はい、結構びっくりしています。改めてですけど、球団の、まあ、畑山スカウト統括から何かお言葉とかってかけられましたか。まあ、守備力を一番、評価していただいて、まあ、足の運びだったりというのを評価していただいたので、まあ、そこを長所に、まあ、自分の短所をしっかり潰しつつ、活躍できるように、頑張っていこうというふうに思います。甲子園では試合の経験が数々あると思うんですが、はい、また少し違った形で甲子園という景色が見えるのかなと思うんですが、そこら辺なんか楽しみにしていることとかってありますか。今度はすごい大応援団が自分の味方になるので、その応援を力に、頑張っていこうというふうに思っています。改めて山田選手の入団をタイガースファンは楽しみにしているんですが、最後自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、阪神タイガースから、3位チームをいただきました山田修也です。チームの日本一に貢献できるように、頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いいんです。